俳優の石田一成さんが12月16日にインスタグラムを更新。俳優の飯村貴子さんと離婚したことを報告しています。画像。石田一成さんと娘。前日に一部週刊誌で離婚が報じられていた石田さんは16日、フッド。ボーニング、テレビ朝日系、で経済的な理由から離婚に至ったと説明し、インスタグラムでも離婚しました、と正式に発表。 飯村さんとの間に設けた娘の写真を添え、これからは娘のために精一杯生きていきたいと思います。と今後についての思いを明かしています。〇〇、石田さんは2003年に当時タレントだった三宅恵美さんと結婚し、2004年に第一子男児を設けるも2006年に離婚。 その後2014年に再婚した一般女性とも2017年に離婚しており、2018年に当時19歳だった飯村さんと3度目の結婚を報告していました。飯村さんとの結婚発表時、石田さんはブログで、今度こそはしっかりしなければ、と決意を綴るとともに、公の場でも、来るべくしてきた婚、だと幸せな思いを語っていました。 8月にも飯村さんとの仲睦まじげな夫婦写真を公開していただけに、今回の離婚発表に驚くファンも、コメント欄には、ご無理はなさらずに、お子様が笑顔で過ごせますように、たかちゃん、飯村さん、ご一ッさんも応援していますよ、ト石田さんと飯村さんと娘の幸せを願う声が多く集まっています。